皆さん、こんにちは。年の瀬も迫りまして、いよいよ令和5年もあとしばらくで終わるというところでございますが、今年1年を振り返りましても、考えればいろいろなことありましたよね。特に、フィリピンのルフィという、団体、悪質な団体がいろいろ事件を起こしました。どうしてあんなことをやる若者ができてくるのかと。これ非常に不思議に思っておりましたけれども、今日は東京女王大学の堂本教授に来ていただきまして、その背景にはですね、その貸金業者とのですね、金銭トラブルが元になっていると、こういうことでございまして、その複雑な彼らの手口というものを裏で見ながら、こういう凶悪な事件が起こることの背景をちょっと見てみたいなと思って、今日は先生のお話を聞くことにいたしました。どうぞ、関係なくても、そういう仕組みかとお分かりいただけると思います。どうぞ、説明を聞いていただきたいと思います。どうも先生、じゃあよろしくおよ願ろいいしくおた願しいいまたします。す。じゃあ、10月、先々月、先々月になりますけれども、10月の25日に、神奈川県警が、新しい闇金として、ギフト券買取商法という、闇金を、摘発したんですけれども、この、闇金が、どういう闇金だったのかというスキームについて、ちそうょっとまでず説明をしたいと思います。で、非常に複雑なので、ちょっとパネルを、用意してきました。こちらの方になります。で、この、ギフト券買取商法と呼ばれるこの闇金なんですけれども、どういう形で、お金を、お金の必要な人に、私、そして回収するのかというところをちょっとこの1枚のパネルにまとめてみました。まず、こちらの方が、お金の必要な人なんですけれども、お金の必要な人が、商品券、JCB の商品券とかを持っていないにもかかわらず、持っているという前提で、この闇金業者に、この2万円の商品券を売りますという、そういうような契約をこの闇金業者と交わします。で、最近の闇金業者っていうのは実は結構審査が厳しくて、こういったお客さんからの申し込みがあったとしても、全て貸すというわけではなくて、実は厳格な審査を行います。そして審査が通った申し込み者に対して、じゃあ2万円のギフト券を1万5000円で買い取るよという契約を交わします。そうすると、この契約が交わされたら、すぐに1万5000円をこのお金の必要な人にお金を支払うという形になります。そして、給与日になりますと、翌月の給料日ですね、この金券を売りますよというふうに申し込みをした人は、翌月の給料日にその金券2万円をこの闇金業者に、郵便で送るという、そういうスキームになっております。で、従いまして、これはギフト券の買い取りというのを偽装した、実質的な貸金業に相当するんですけれども、ただ、とはいっても、金券のこの授受というのは必ずしも貸金業には当たらないという、そういった考え方が、法律上は一般的な考え方なものですから、なかなか警察も、こういった実質的な闇金業者というのを逮捕できないような状況にありました。しかしながら、2023年の10月に神奈川県警は、この闇金業者が、ギフト券を、購入すもギフト券をそもそも持っていない人から購入するという契約をして、お金を渡すという行為、これは金銭の交付に相当し、かつ給料日にこの資金事業者が、ギフト券を送る。そしてこの闇金業者はこのギフト券を今度は、お金に換金して、それを利益にするという、こういった一連のスキームから、この金銭の交付と金銭の返還というものが、2つ成り立っていて、そしてこれが貸金業に外形上相当するということで、神奈川県警は摘発したわけです。で、実際調べてみますと、このお客さん、資金事業者というのは、ほとんどの人が
お金が必要な時に金券を持っていなかった。そして給料日になったら金券をわざわざ買ってきてこの闇金業者に郵送するという、まあ、それが実態だったということが、まあ、解明され、この闇金のスキーこの解禁ギフト券買取商法というのはこの業者が行っているスキームというのは実質貸金業法だ違反だという形で、まあ、逮捕に至ったというそういうような経緯がございます。なるほどね、はい、先生はだからね結局1ヶ月の給与期間の間に、はい、商品券っていうかね、はい、そういうデパートの商品券のようなのは持っていないけど、はい、持っていたものと仮定して、はい、2万円の価値ある想定をして、はい、1万5千円を受け取ると、はい、そして、やがて給料日が来たら、はい、今度は2万円の本物の商品券をそちらに渡すと、はい、こういうことですね。そういうことです。だから結局1ヶ月の間に2万円分の 25% の金利がかかるわけですね、はいはい、だからこれが出資法とか利息制限法とか、はい、そういう枠組みからは大きくずれていると、はいはい、消費者極めて高金ですね、はい、そこが社会的問題だと、はい、こういうことですね、はい、わかりました、はい、でさらにこの闇金の業者というのが非常に、まあ、組織が大きくなってきているというのも背景があります、うん、でしたがってこの闇金業者がこう上げる収益規模というものをこう巨額化しているんおります。でその収益というのが、まあ、昔だったらその店舗の金庫とかに現金で、置いてあるというのが、まあ、そうするとガサ入れの際にそれをまあ証拠として、抑えることができるというのが一般昔の闇金業者の摘発の方法だったんですけども、最近は暗号資産を使ってもうすぐに、利益が出たら、まあ、海外に、暗号資産を通して海外の銀行口座に、まあ、流出して、まあ、いわゆるマネーロンダリングですけども、うん、全容解明が非常に困難になっている。だからせっかく警察が摘発したとしてもその収奪した利益というものが、うん、結局どこに行ったのか、あるか分からない、消えてしまったのか分からないという、うん、まあ、そういうような状況に今なってきているというのが一つ目の理由です、ね、冒頭僕が出上げたルフィのようなああいう犯罪集団はそういうことをやってるわけですね。そういうものと後ほど話しますけど、うん、結びついている可能性が、うん、考えられると思います、うん、そして2つ目の理由が非常にこういったスキームというのは警察もなかなか手を摘発ができない、うん、それは裏返すとそれだけ法律の隙をついているという実態があります、うんうん、となるとこの闇金業者という、組織の裏側に、実はその悪徳弁護士のネットワークというものがあるんではないかということがささやかれています、うん、でそういった形で、まあ、今の闇金融というのは単純な高利貸しではなくて、もう一見すると闇金融とは分からない、判別ができないようなものになってきて、その結果、警察の摘発にも非常に時間とエネルギーをかけているというのが、今日の実態になっています。まあ、だから法律の穴をついていくから向こう側 その犯罪集団にも弁護士がついてるわけですね。そうです、実態は、はい、なるほど、知恵比べた、はい、うん、で実はこの、闇金と、警察 この、まあ、今先生がお話しになっている知恵比べというんでしょうか、それが始まるきっかけというのが2018年頃に起きた、うん、まあ、これは、給与ファクタリング商法というところに遡ることができます、うん、でこの、給与ファクタリング商法というのがちょうど2018年頃に被害がもう日本中でこう広がったんですけれども、先生もご存知だと思いますけれども、ちょうど2017年頃というのは銀行が、カードローンというものを非常にたくさん、そうですね、拡大しましたよね、うん、でそれで、まあ、あまりにも審査がずさんだったということで、うん、社会的な批判を浴びたという時期でもありました、うん、でそれを受けて、2017年に全銀協、全国銀行協会が、銀行のカードローンの審査の厳格化に向けた、まあ、いわゆる自主規制というのを行ったんですけども、うんうん、でこれによって、まあ、そういった社会問題というものも、まあ、沈静化していったんですが、うん、裏側でこういった急激な銀行カードローンの、まあ、収縮による、まあ、信用収縮による、副作用として借り入れ困難者が大量に存在した、うん、でその受け皿となったのが、給与ファクタリングと呼ばれる、まあ、闇金融でした、うん、先生、その給与ファクタリングをちょっとご説明お願いします、はい、でこれはもう本当にいわゆる消費者金融とか銀行カードローンの、まあ、代わりとしてこう、うん、成長してきたものなんですけれども、まあ、給与をもらう、うん、
まあ、これは賃金ですけれども、これを賃金債権というふうに見立てて、その賃金債権を、まあ、第三者であるファクタリング業者に売却するわけ、ね、でそれで、給与日になったらその賃金債権をの、会社から、まあ、給与がもらう、うん、これは一応回収したという名目にして、うん、この回収をしたお金を、ファクタリング業者に、まあ、まあ、渡すという、送金するという、うん、そういうような債権譲渡を装ったあの闇金融なんですけれども、うん、それはあれですかね、給与は直接労働者に被用者が渡さなきゃいけないという法律の基本なんですよね、はいはいはい、それはどのようにスルーするんですか。でここの部分も、うん、まあ、実は、金融庁がそこの部分をその後、まあ、この問題が社会的に批判を浴びるようになって、うん、まあ、これは実質的にその法律に違反をしないという形になるならば、それは貸金というやり方でしか、まあ、スキーム上は残らないから、うん、となるとその法律に触れないやり方というのは、うん、イコールそれは貸金業に相当する、うん、要するに賃金債権を、まあ、第三者が買い取っちゃいけないわけですよね、うん、それを買い取るということはそれはもうお金を貸してるのと同じだから、うん、それはもう金利を取ってる、そして貸金業の登録をしていない、うん、というのは高金利を取っている貸金業の登録を取っしていないとなったらもう貸金業法違反だということで、うん、まあ、警察まあ、そういった見解を金融庁が示しました、うん、そうすることによって給与ファクタリングを止めたわけですね。はい、そういうことですか、ね、はい、でまあそれによって給与ファクタリングというのが2020年ですね、うん、2020年の、3月に、まあ、金融庁が、まあ2018年、19年とこの給与ファクタリングの被害がものすごい急増したことを受けて、うん、まあ、金融庁もやっと思い越しを上げて、うん、まあまあ、先生がお指摘したように、これはまあそもそも、法律に違反しているという形で、うん、それを違反しないのならば、それは、貸金業法違反だという、そういうような、まあ回答を示したことによって、うん、まあ給与ファクタリングが実質、まあ、貸金業に当たるという、そういう見解を得たことで、うん、まあ、警察は一斉に2020年の春に摘発したということになります、うん、そして、まあ当時コロナショックが始まりましたので、うん、まあ、資金需要というのが大きく落ち込む局面でありましたから、うん、まあ、給与ファクタリングの業者というのも一瞬そこでこう消えたかのように見えました、うんうん、なるほどね、よくわかります。ただし、まあその後徐々に、経済がこう正常化する中で、うん、今度はこの、新しい給与ファクタリングではない新しい闇金というのが実は、2020年の夏頃から、うん、今度は跋扈し始めます、うん、はい、3年前ですね、はい、でそれが後払い買取商法という闇金です、うん、でそのスキームをまとめたのがこちらの方になります。でこれはまあ、基本的には給与ファクタリングと同じなんですけれども、まあ、商品の売買をしているというそういった形態を装っているというそういうような闇金。実際は商品を売買していないんです、はい、売買しているんですけど無価値な商品です、ね、無価値な商品、価値のない商品を、まあ、売買しているかのように、ね、装っているというところです。でこのスキームにありますように、まあ、お金が必要な人が、お金の必要な人がこの闇金業者、闇金業者はどういうものを売っているかと言いますと、まあ、情報商材、まあ、情報商材というのはどういうものかと言いますと、まあ、例えばポイントをゲットする方法、うん、まあ、世の中でそのいろんな楽天ポイントとか、うん、まあございますけれども、そういったポイントをどうやって獲得するかという、まあ、ネット上にいくらでも溢れている情報を、まあ、コピーペーストして星キス止めするような、うん、まあ、そういうような情報商材です、うん、でこういったとても10万円の価値があるとは思えない商品をお金が今必要な人はこの10万円の情報商材を買うというそういう、まあ、買うんですけども買うという契約をします。でそうするとまあこの、闇金業者の方は、予診判断をしてじゃあ売っていいですよ買っていいですよという形で、まあ、商品を送ります。でまあ、当然資金事業者というのはそういう情報というのは必要としてませんから、まあ、それはすぐもうゴミ箱に行くんでしょうけれども、一方でそれを読んだというような形にしてレビュー投稿します、うん、とても良かった、参考になった、
星を3つ上げると、5つ上げる。そうするとそのレビュー投稿をしたということに対してこの闇金業者は、いわゆるこうキャッシュバックということで、10万円の商品を買ってくれたお客さんが、口コミを、ちゃんとしてくれた、という名目でレビュー投稿してくれたという名目で8万円をキャッシュバックする。ですから要するにここが金銭の交付に相当してお金を貸し付けたということになります。そして翌月の給料日になるとこのお金が必要な人は、この無価値な商品を、10万円購入しましたから1ヶ月前に購入しましたからその10万円をこの闇金業者に振り込むというそういうようなスキームになっております。でただこのスキームも、よくよく考えてみると、闇金じゃないかというふうに、見えてしまうんですけれども、実はこれ非常に警察がもう摘発に相当労力をかけました、実際にこれ、初めて捕まったのがこちらに書いてありますけれども、2021年の9月に北海道警がこの、闇金を、初めて逮捕したんですけれども時間がかかった理由というのは実はこの、スキームの、隠れ蓑になっている法律があるということです、これは貸金業法第2条第1項3号という項目に、物品の売買を業とする者がその取引に付随して行う金銭授受は、貸金業に当たらないというふうに規定されています、従いましてここでいうそのキャッシュバックですね、レビュー投稿したことによるキャッシュバック、ここの部分がこれ金銭の売買に付随する、取引だから、貸金業に当たらないというのが、これが、法的に見解として成り立つ可能性があるということです。しかしながら北海道警というのは、その実際に売買していた商品がもう全く、値段に相当しない無価値な商品だったということと、あとそういった商品を同じ商品に同じ人に同じ商品を何度も売ってるという、そういった点からこれは商品の売買を隠れ蓑にしたスキームであるということで、外形上から貸金業に相当するという子たちで逮捕してで、起訴されたというそういう経緯がございます。だから物の売買のように見えるけれども結局は貸金業という認定をしたんですね。そうですね。ですから、今申し上げましたけど、その利息が高すぎるから、法律違反だという。この金銭のキャッシュバック名目の、結果は金銭の交付、そして給与日に価値のない商品を購入したというお金を、支払うという行為、これが、金銭の返還、もうこの2つの組み合わせによって、これは実質貸金業だという形で論定したということになりますね。ただ闇金業者というのも、2021年に北海道警が摘発してでさらに大きな組織を2022年の9月に、警視庁が、摘発したんですけれども、実はこの直後から今度闇金業者も新たな、スキームを開発するという形になりました。でこれが、先払い買取商法という闇金でして、よく考えるなという商法なんですけども、この、 先払い買取商法のスキームをちょっと説明いたしますと、これも基本的に給与ファクタリングのスキームを原型にしているんですけれども、お金が必要な人が闇金業者に、自分が持っていないスマホ、自分が持っていないゲーム機器、それを売るという契約をします。例えば、10万円でスマホを、売りますよという契約をします。そうすると闇金業者がこの申し込んだ人の、属性というものを審査して、この人だったらもう十分に回収できるなというふうに判断した人に限ってこのスマホを買い取りますという契約をして、10万円の、8万円です、ごめんなさい、8万円でスマホを購入するという契約をします。そうすると闇金業者はすぐに8万円を資金事業者にお金を送金します。で、この資金事業者は実際にはそのスマホとかゲーム機器は持っていません。で、従いましてこの資金事業者はすぐにキャンセルをします。
お金を入金されたのを確認したら、この、買取の契約というものをもう破棄します、キャンセルします。そうするとその闇金業者はそのキャンセル料という名目で、10万円8万円を受け取ったので、その差額2万円が利息という形で10万円を給料日にキャンセル料として、まあ、手数料としてまあ、支払いなさいという、そういうようなスキームになります。でここの部分ももうそもそも、この資金需要、この闇金業者は、買い取った実績がほとんどなかったということ、うん、そして資金需要者もそもそも自分たちは、使ってたお客さんはもうスマホなんか持ってなかった、うん、そういったあとゲーム機器も持っていない、ただあるという前提で、まあ売ったという、うん、でそれをまあある種闇金業者も誘導したというところもありまして、これはその、先に商品を、買ったという前提で、まあお金を送りつけるという行為は金銭の交付、そしてそれをキャンセルさせて、そしてキャンセル料という形で、まあこの場合ですと8万円を払って10万円相当の額を、まあキャンセル料として給与日に支払わせる、これは金銭の返還、これはもうまさに貸金業の構成しているということで、これでやはりやはり会計上貸金業だということで、この、先払い買取処分も摘発されました。いくらでも知恵の競争はあるんですね、はい、だからこの実は茨城県警の先払い買取商法っていうのは今世の中で非常にこうセカンダリーのマーケット、うん、いろんなものがこう売買されてますよね、はいはい、そういった観点で非常にこれも摘発が難しいというところがありました、うん、だけどまあこれも茨城県警がもうまさに執念をかけて、うん、この業者にかなりのエネルギーをかけて、うん、逮捕したという、うん、そういう経緯がありますので、それでまあこういった先払い買取商法も、摘発して、そして、うん、起訴するというところに至ったわけです、うん、資金の必要な人がやっぱりどうしても必要だと思うと、まあ、普通なら銀行あるいは郵便局が借りますね、はい、ところがそれはできない、はい、でそこでカードローンに走る、はい、でカードローンだって買ったよりはその審査が厳しくなってるはずです、はい、そのカードローンでも借りられない人、はい、どういう道はあるんですか、そういう人は。はい、でそまさにこれが、今ああいうとこ手を出すじゃん、給与ファクタリング、うん、そして、後払い買取商法、うん、そして先払い、後払い現金化商法、うん、そして先払い買取商法、うん、そして、ギフト券買取商法といった、うん、そういった一連の闇金の、まあうんを利用せざるを得ないでしょうか。そういうことです、ね、そういう実態が今あるんだと思います、うん、そういう人の数は減っているんですか、また増えてるんですかね。ここの部分は増えてるとも減ってるとも警察も把握しきれないと思うんですけども、ただ一つ言えることは、一つの闇金を昔のように警察がその闇金業を営んでいるという、うん、そういった店舗に踏み込んで、うん、そして逮捕するというそういうような形で業者を一件摘発するのと、うん、今警察が闇金業者を一件摘発するのは、うん、ものすごい労力に違いがありますから、うん、闇金業者が増えてるか減ってるかっていうのはその警察側のかける労力、かけざるを得ない労力という観点で考えますと比較にならないんだと思います、うんうん、ですからそこの部分増えてるか減ってるかというのは、分かりませんけれども、うん、ちょっとそこの部分が、ちょっとまあ気になるところが、うん、その闇バイトと、闇金の関係性というところがあります、うんうん、で最近の報道を見てみますと、うん、狛江で、強盗した集団が、まさに先生が最初に申し上げたルフィの事件ですけれども、その際にその、強盗に入った、闇バイトの、うん逮捕された容疑者ですけれども、でその容疑者のがなぜ闇バイトに関わったかということを調べてみると、実は闇金から相当金があるね、そうですよね。でそれで、お金が払えなくなったんで、闇バイトに行った、うん、であと、これは6月に北海道警が摘発した事件なんですけども、うん、闇バイトで、闇バイトに関わった容疑者を逮捕して、うん、なんで闇バイトに関わったんだというふうに、調べてみると、うん闇金から紹介されたという。なるほどね。あなたにはお金貸せない、だからお金が必要だったら闇金を紹介するよというケース、うん、でさらには闇金が、
借りられ、闇金がお客さんに対して今月払えないというお客さんに対して、うん、それだったらあなたの銀行口座一つ作ってください、うん、でその銀行口座を渡してくれればそれを、今月分の利息相当とします、うん、もしくは元本としますという形でついついそれだったら、まあ、あのお金もかからないというからということで、うん、あのまあ自分の銀行口座を闇金業者に今、差し出す、うん、で闇金業者はその、銀行口座というものを使って、うん、いろんな詐欺とかの、まあ、に使っているという、うん、そういう実態も少しずつ解明されつつあるそうです、うんね、まああの金融 の, あのツールというかね手段が大きく変わっている。例えばあの街中にいっぱいあったあのメガバンクの店舗ほとんどだんだんなくなってきてますよ ね, ねだから全部こうスマホで決済するとか、はいはい、そういう時代にだんだんなってくるので今の土坊先生がご説明いただいたようなことがですね、簡単にできてしまうんではないか。そうですね、こういった商法も基本的にあのネットで行ってますから、うん、店舗はありませんでしょう。で実際に警察もその野望とかあの、うん、所在地っていうところに、うん行ってみてもそこはもう実際、まあねまあ実態がないだったりとか、うん、それがもうあの一般化しているので、まあ、相当警察もあの最近の闇金の摘発には労力をかけざるを得ない、うん、かけているというのが実態としてあるそうです、うんうん、あの冒頭言いましたそのレフィのあれ犯罪だってね、はい、なんで普通の人がね、はい、その電話一本の誘いに乗ってね、はい、犯罪集団に加担するのかね、はいどうしてなのかと思ってましたけど今先生の説明聞きますともうお金で追い詰められて、はい、もうそれに頼る以外お金を売る方法はないということで、はい、犯罪に走っちゃうんだからね。そうですね、そうですね。あの今年の夏にヤフーの、まあ、オリジナルニュースというのがありまして、で闇バイトというふうに検索するヤフーで検索した人が、うん、その1週間前、2週間前、3週間前にどういうキーワードを検索したかという、うん、そういうのを、うん、まああのまあ逆引きでこう調べた、うん、あの調査結果が出てたんですけど、うん、そうすると、15日前に一番顕著に検索するキーワードが闇金というふうに出てきました。でその後に、まあ、個人間融資、うん、ブラック融資、まあ、いわゆるこう闇金融に関わる言葉がその後出てくるんですけども、で多分この15日間に実際に闇金を借りてだけども返済できなくなったから、うん、じゃあ闇バイトという形でこう手を染めようと調べている、うんうん、もしくは、闇金に申し込んだんだけども闇金ですら審査が断られた、うん、でそういう人がもうあの行く場合なしなくなって闇バイトというところにこう向かっているという、うんまあ、そのどちらかと思うだと思いますけども、うん、私は両方存在するんだと思います。でしょうね、うん、ですからまあそういう意味ではあの今の闇金業者というのは、まあ、いわゆるそういった闇バイトとか詐欺集団とどっかで関わっているというような観点で、うん、やっぱり見ないとこの問題っていうのは非常にこう局所的な、うんまあ、一つの社会問題として思って終わってしまいますけど、実態としてはもっと広がりのある組織犯罪の重要なコアになる、うんまあ事件が事件であるというふうに言うべきだと思います。うんまあ、我々はあまりあのこういう事象というかこういう世界にあんまり、よく知らないもんですからね、ニュースで流れるとなんでこんなことするのかなと思うんですけども、そこには深い社会的背景があるんですね、うん、でここの部分というのはあの昔はもう闇金業摘発されると、うん、もうあの申し訳ありません、もうしませんでし、うん、しませんという形で、うん、罪を認めてもう廃業するというのが一般的でしたけども、うん、最近の闇金融というのは、うん、多分やっぱり何か単純に儲かるだけではなくて、さらにこの自分たち の, あの周りの集団との、まあ、関係性から、うんまあ必要な存在だと思われているのかもしれませんけれども、ね、裁判で結構争ってくるんですよ、ね、で先ほども申しましたように悪徳な弁護士の、まあ、組織というものが囁かれてますけれども、うん、あの実際にあの、給与ファクタリングというのはまさに先生が先ほど指摘したように、うんあのまあ、金融庁がこれは貸金業に相当するというふうに見解を出したんですけれども、うんうん、だけどそこの非常に微妙な部分をついて闇金融をこう営んでた、日本共運動という業者がいたんですけれども、うんうん、給与金融庁が
そういった見解を示したから1年後、2022年の2月に、まあ、捕まったんですね、国会合計で。で、この日本共運動っていうのは一貫して自分たちのスキームは金融庁の示した見解に当てはまらないってことを主張して、そして一審二審、そして最高裁まで争った経緯があります。で、この時もまあ最高裁では基本的にはこれは貸金業だっていう形で判決が下りて、まあ、判例になったんですけども、ただこれは裏返しますと闇金業者の方も金融庁の示したノーアクションレターには実は反論の余地が残されているから、そこを突くことによって金融庁の示した、スキームをこう超えたさらに先達法律を抜け出す、まあ、法律の隙を突くような、スキームっていうのが開発できるんだっていう、なんかそういうような思惑があったのかなと思います。ですからそこまでしてなぜ彼らが闇金というものに手を染めるのか、闇金というものにそこまでエネルギーを費やすのか、そこには多分その単純にお金を儲けるということだけではない要素っていうものが背景にあるんではないかなというふうに考えるべきだと思います。まあ、だから闇金業者の中に入って闇金業者のために法的実務を担当するそういう弁護士もいるわけですからね。だから弁護士というのは社会の抗議だと、まあ、昔は思ってましたけど、両方につく、ね、場合によっては狂気になる可能性もあるわけで、これがもうちょっとその弁護士資格を取るときにその倫理観をもっと きつく教えてもらうといいと思うんですけども、なるほど、日本だけはそうしたって、アメリカはそうじゃないから、もう大変ですよね、訴訟社会なんて。だから、まあなかなかこの闇金融が摘発できないというのも、検事ですね、検事、担当した検事というのも、先ほどの、北海道警が摘発した日本共運動のように、ひょっとしたらこれ、最高裁まで争うかもしれないということを考えますと、どうしてもそこの部分、警察に対して、この証拠を出せ、あの証拠を出せということを要求すると、ものすごい労力がかかって、結局その時間がかかるということによって、収奪される利益というものが、増えて、それがどっかに、消えているというね。でこれは非常に今の日本を病んでる実情なんじゃないかなというふうに思います。一見景気も良くて非常に明るい社会のようにも一見見えるんだけども、その裏ではこういうね、悪知恵を働かした犯罪行為がどんどん浸透していってるというのが現実ですね。そうですね。まあ、景気が良くなるから、景気が良くなったからこそ資金需要というものが発生して、 それで、まあ、銀行から借りられない、消費者金融から借りられない、じゃあ闇金で、そこからお金を高金利で返済する、でそれが、マネーロンダリングで海外に流れる。ここは本当に海外の、資金のマネーロンダリングをこう撲滅するっていう観点からも、この部分何らかの措置を取らないと、世界的な批判を浴びるんじゃないかなという気がですね、気もいたします。だから確かにマネーロンダリング防止というよりは日本の銀行も非常に厳しいですね、ちょっとわずか1万円か2万円ぐらいのドルを預金しようと思っても、はい、これはいつどこで取って、手にしたドルですかとしつこく聞きますよ、そんなどうでもいいんじゃないかと思うんですけどね、マネーロンダリング防止ということでは政府も本当に社会的になってやってるんですね。だけどその抜け道としてはこういった手法によってかなりの巨額なお金が海外に流れているという実態があるのではないかなというふうに今推測されます。しかも瞬時に流れてしまいますからね、今はね。いや、先生どうもありがとうございました。やっぱりこういう社会的背景があって、こういう技術を使ってこういう犯罪に追い込まれる人たちがいるというのが現実ですから、このビデオを見られた方はあまり関係ないかもしれませんけど、周辺にそういう若者がいて、そういったところに足を踏み入れるようなことないようにですね、いろいろ注意していただくとありがたいなと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。